ご紹介ありがとうございます。自然エネルギー学科の佐々木でございます。今ご紹介いただきましたように、リチウム資源回収およびリチウムの同位体濃縮の装置並びにその方法についての研究についてお話ご紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず最初に背景でございますけれども、画面があるかな、ね、ですね、リチウムイオン電池 の市場が大きくなっているということを少しお話しさせていただきたいと思います。で、IEA ですね、国際エネルギー機関の2012年のリポートによりますとですね、このグラフのこれ見えてますかね、このグラフのようにですね、地球温暖化の、を2度 C 以下に抑えるというシナリオに従いますとですね、自動車 の動力構成比がこのように変化するとしなければならないということを言われております。で、自動車はですね、まあ、全エネルギー消費量の 大部分を占めるということで、日本だと 24% を占めます。で、かつ自動車の生産量はこのグラフにも分かりますように、どんどん 年々増えていくということでございます。そしてこの部分の大部分の自動車がですね、電動化になるということでございます。したがって、自動車用のリチウムイオン電池の市場がですね、急拡大するということになります。で、一方でですね、経済産業省のホームページにもこのようなのが載っています通りにですね、ドローンとか自動車ロボットというのは今後使われるようになってくるということになりますが、このようなもののですね、動力源もリチウムイオン電池でございます。従いましてですね、リチウムイオン電池の市場というのはどんどん新しい市場ができてくるということになります。で、自動車に関して言いますとですね、ガソリン車 と、自動車のですね、各国 の計画についてこの表にまとめてございます。で、自動車の販売台数が多い国をピックアップしてまとめてございますけれどもですね、見ていただくと分かる通りですね、2030年以降にはすべてこれらの自動車の新車販売台数販売をですね、禁止しようというような、発表がなされております。で、また日本政府もですね、2030年の半ばにはですね、ガソリン自動車の販売を禁止しようという意向が日本政府でも発表しているという通りでございます。またですね、リチウムイオン電池につきましてはスマートグリッドのに関する市場も立ち上がるということでございます。で、自然エネルギー発電を組み込んだですね、スマートグリッドというのは構築が検討されているわけですが、自然エネルギー発電はですね、発電量を制御することが非常に難しいわけです。ですから計画的に電力供給というのが難しいと。なので、このようなスマートグリッドを構築するということはですね、電力貯蔵システムがあるということが前提でございます。で、特にですね、家庭用規模のエネルギー貯蔵ということになりますとですね、リチウムイオン電池が適切であるということですね、これも新しいですね、市場として、立ち上がってくるだということでございます。で、このように見ていきますと、リチウムイオン電池が急激に市場拡大していくということはもう間違いないことでございまして、それに対応しましてですね、リチウム資源の消費量の急増するというのが、まあ、自明のことでございます。で、このグラフはですね、経済産業省から持ってきましたけれども、やはり経済産業省のエネ庁のですね、予測でもですね、このように急激にリチウム資源の需要量が増えてくると。で、例えば2020年比に対してですね、2030年比はですね、大体4倍から5倍のリチウム消費量が需要量があるということになります。そうなってきますとですね、リチウムの供給不足、あるいはリチウムの高騰、価格の高騰というのが懸念されてくるということでございます。で、リチウム資源はじゃあどのように供給されているのかということでございますが、従来はですね、このようにですね、ほとんどのリチウムはですね、南米の塩湖からの供給でございました。ただですね、最近はですね、これに加えて鉱山から の供給というのも増えております。で、この表はですね、ごめんなさい。この表はですね、塩湖からと、あるいは鉱山からで、リチウムを供給する場合 の利点と、それから課題をまとめてございます。で、塩湖から供給する場合は、一番大きなメリットは低コストだと、ローコストだということです。で、これがためにですね、今、リチウムイオン電池用のリチウムはですね、塩湖から供給されているのが、ということなわけです。ただですね、実際には短期間でのリチウムイオン電池バッテリーのですね、需要の 急増にはですね、この塩湖からの供給だけではですね、実際に賄えなくてですね、最近は鉱山からの供給が急激に増えているというのはこの右のグラフでございます。で、実際2017年以降はですね、鉱山からの供給がですね、塩湖から の供給を超えて半分以上になっているということでございます。ただですね、この表右にもございますようにですね、鉱山からの供給の場合はですね、
生産コストが高いと、塩湖からのものと比べると大体2倍以上ということでございます。ですから、鉱山からの供給が増えるに伴ってですね、価格が急騰しているということでございます。で、例えば2015年が1トン6炭酸リチウムで1トン6000トンであったものが、2018年は1トン6000ドルですね。それが2018年は1万ドルから1万8000ドル、一時的にそのようになっているということで、急激な価格の高騰があるということでございます。したがいましてですね、第3のリチウム供給源、環境が負荷が小さくてですね、そしてローコストで供給できる第3のリチウム供給源が切望されているのが現状でございます。で、この左のグラフ、これはにございますようにですね、実はですね、リチウムは海水中にたくさん存在します。で、海水 1kg の中に 0.17mg 入っております。で、あとはですね、ここにございますようにですね、温泉水の中にはですね、海水の10倍から1000倍の濃度を示す、含有している温泉水というのもたくさんございます。すなわち、海水とかですね、地下水にはですね、無尽蔵にリチウムがあるということを言うことができると思います。で、右のグラフはですね、海水中に存在しているいろんな、海水中にたくさんの金属イオンが存在しているわけですが、海水中の金属イオンの濃度を横軸にして、あとその金属のですね、市場価格、2011年の市場価格を縦軸にしたプロットでございます。で、リチウムはちょうどここに存在、位置するわけですけれども、この破線はですね、経済合理性が成立するだろうと想定されるか境界でございます。ですから、この破線よりも右上、この領域にいると、海水から金属を取っても経済的に成り立つと、得だよというようなところなわけですが、ですから、リチウムは、この2011年時点ではちょうどギリギリぐらいということでございます。で、2011年のですね、市場価格が、で1キログラムあたりですね、1ドル、金属リチウムですね、1ドルで以上であれば、経済合理性があるというふうに、このグラフから推定されるわけです。ただ、その後、リチウムの価格は高騰しておりましてですね、2018年ですとですね、リチウム1キログラムあたりで2ドルを超えておりますので、海水からのリチウム回収というのは十分に経済性が現在ではあるということでございます。で、さらにですね、リチウムの回収コストが下がってくれば、その経済性というのはどんどん改善されていくだろうということになります。でですね、これはですね、塩湖からのリチウム回収方法を示しております。で、塩湖、特に南米チリのですね、塩湖、海水の1万倍の濃度を示す淡水からのですね、回収方法はこのようにやっているということなんですが、大体この1万倍の濃度のに濃縮されている塩湖であってもですね、天日蒸発で14ヶ月かかるということでございます。ですから、これをですね、海水に使用するということはですね、非常に長い時間が日数をかかってしまうということで、現実的には不可能だということでございます。で、それに対してですね、では海水からリチウムを回収する方法は他にないのかということなんですが、たくさんの方法が研究されております。で、最も有望であるというのが、ここのでお示しいたします、吸着法としが、その中の一つでございます。で、右の図に示しておりますようにですね、プロセスで行われるのがこの吸着法なんですけれども、ただしこの吸着法の場合ですとですね、いくつか課題がございましてですね、例えばリチウムのイオン選択性が低いということがあります。すなわちですね、不純物が入りやすいので、リチウムイオン電池用の高純度なリチウムの回収が難しいということがございます。またですね、工程が長いとかですね、バッチ処理であるとかですね、それから吸着材料の寿命が短いので、何回も新しいのを使わなければいけないということで、絶対として高コストになってしまうというのが、工業化の上での大きな問題で、なかなか難しいということでございます。これに対してですね、新技術でですね、電気透析というのがございます。で、電気透析というのは、この左の図で示しておりますようにですね、ここに電解質膜を置きまして、で電極をつけて、ここに電圧を加えてあげるとですね、こちらのリチウムが右側の方に移動するというのが電気透析でございまして、移動したリチウムにですね、炭酸ナトリウムなんか加えてですね、炭酸塩化をするとですね、炭酸リチウム、高純度の炭酸リチウムを得ることができるということでございます。この方法の場合はですね、
回収性能とかですね、設備の工程においてですね、ここに右に書いておりますような特徴がございます。で、高いリチウム油選択性、すなわち高純度であるということです。それから高いイオンエネルギー効率、それから水素と酸素を同時にして製造できる。この下に反応式書いておりますけれども、こちらの反応式ではこのような反応が起きて酸素が発生し、こちらでは同時に水素が発生するので、水素と酸素が実は同時にリチウム回収とともに起きるということでございます。またですね、設備工程に関しては連続式処理であるとかですね、工程構造が単純であるとかですね、大型が容易であるというようなことがあります。また既存の電解質、新しいものを開発しなくても既存の電解質で、実際にやることができるということもとても大きな特徴でございます。したがいましてですね、これが電気透析がとても有望であるということで、私たちはこの電気透析の研究をしているということでございます。で、このグラフは、この図はですね、このような方法でですね、従来の電気透析の技術を使って回収したときにどうなるかということを示しております。で、横軸がですね、この図でいう、この電圧ですね、電圧の大きさを横軸にとっておりまして、左の縦軸は電流効率、右の縦軸はリチウムイオン回収速度です。で、オレンジがこの回収速度ですが、電圧を大きくしてあげると、リチウム回収速度が急激にどんどん上がっていくということが分かります。ただですね、回収速度をうんと大きくしてあげようと思って、この辺まで電圧を上げますとですね、実は電流効率っていうのは、これ見て分かる通り、赤いのが電流効率なんですが、電流効率は急激に落ちてしまうんですね。で、これはなぜかというとですね、電気透析では、主に多くの場合、ここの右上に書いてありますような結晶構造の電解質を使うわけですが、この中にですね、電子電動が発現するということになります。この電子電動の発現が、この電流効率の低下を引き起こしているということでございます。従いまして、私たちのはですね、研究の目的としてですね、エネルギー効率を下げずに回収速度を上げるということを、目的とに設定した研究を行っているということでございます。で、また、このことがですね、実際に達成できたということがですね、私たちの今回、今日お話しする研究のですね、進歩性でございます。はい。で、例としてですね、2電源3電極方式の新しい方法についてご説明いたします。で、これはですね、ここの図に示しておりますように、この右側にですね、電極丸3というのを付けております。追加しております。それから、ここに電源丸2というのを追加しております。で、この2つを追加してですね、この電極丸2と電極丸3の間にここで電圧をかけるというようなことをするというのが、2電源3電極方式でございます。で、この右の下のグラフはですね、それの特性を示しております。で、横軸は先ほどと同じように横軸が電圧で、縦軸が左が縦軸が電流効率、右の縦軸が回収速度でございます。で、ここの電圧はですね、この2つ目の電源に加えた電圧でございます。それからこのオレンジのプロットはですね、ここの縦、この電源が0ボルトということですから、いわゆる従来の1電源2電極方式の電流効率、回収、電気透析の中での最高性能でございます。で、見ていただくと分かりますようにですね、これに対して第2電源丸2の電圧をですね、大きくしていくと回収速度がどんどん上がってくるということが分かります。しかしですね、それと同時にですね、普通であれば電流効率は落ちるはずなんですが、電流効率が1を維持したままであるということでございます。すなわちですね、私たちの研究の新方式ではですね、電流効率を1に維持したままですね、リチウム回収速度を達成できるということを確認できたということでございます。で、実際にですね、エネルギー効率についても研究、さっきの電流効率なんですが、今度はちゃんとエネルギー効率についても確認をしておりました。で、してみました。で、このグラフはですね、リチウム回収速度横軸に沿っておりまして、縦軸にエネルギー効率です。で、オレンジのプロットは従来の1電源2電極方式の電気透析。それからブルーのプロットはですね、2電源3電極方式の新電極方式のまとわる代表的なプロットのデータでございます。で、オレンジのデータで分かりますようにですね、回収速度をある程度上げてくると、エネルギー効率が急激に下がってくるということが確認されました。で、ある程度も下がると、ほぼゼロに近づいてくるということなんですが、これはですね、先ほど言いましたように、電子伝導が発現しまして、それによるですね、熱発生によるエネルギー損失でございます。で、それに対してブルーで示しておりますようにですね、新しい方式にしますとですね、非常に大きな、回収速度を得ることができる。実際にはもっと大きい、これのよりも1桁、2桁大きいのも実際に確認できているわけですけれども、そういうのを確認できる、実際には達成できているということでございます。また、重要なのはですね、このエネルギー回収速度を上げることによって、時のですね、エネルギー効率の低下のこのなだらかであるということがとても重要です。
で、さらにはですね、言いますと、この方式の場合です、このエネルギー損失はですね、実はほとんどがですね、水の分解による水素と酸素の生成反応に対応するエネルギー投資、消費であってですね、本質的にはそれは、有益なガスが発生されているわけですから、本質的に無駄なエネルギーではないということがとても重要なポイントでございます。次にですね、この技術はですね、同位体濃縮にも展開することができます。で、熱核融合炉というのがございます。で、21世紀中央に世界の機械エネルギーシステムとして商用化が期待されている技術でございまして、このような絵に描いているような核反応を起こすわけですけども、燃料としてはですね、重水素、デューテリウムとですね、トリチウムを使うわけです。で、重水素はですね、海水中に無尽蔵に存在しておりますし、分離も非常に低コストですし、技術的にも簡単でございます。一方で、トリチウムというのは自然界にほとんど存在しないのですが、ですから、核融合炉の中でですね、製造する必要がございます。で、どのようにして製造するかというと、この右下の式に書いてあるようにですね、中性子とリチウムの反応で製造するわけです。で、この時にですね、リチウムには6、質量数の6と7のリチウムがございまして、それぞれこのような2本の反応式があるわけですが、発電図反応と吸熱反応であるということが分かります。またそれぞれにはですね、反応核断面積というのも違いまして、すなわちエネルギー的バランスとかですね、それから反応速度なんか考えるとですね、リチウム6に中性子を当てるということがとても重要だということが分かります。ただリチウム6というのは自然界には 7.6% しか存在しません。で、これをですから、40%、もしくはできれば 90% 以上まで濃縮したいということが要求されているわけです。で、ですから、リチウム同位体濃縮技術というのがここではとても重要な技術として要求されているということでございます。で、リチウム同位体濃縮技術をここにまとめますと、代表的なのをまとめますと、このようになっておりまして、で、水銀アマルガム法というのは、これはですね、とある国で、例えば水爆なんかを持っている国ですね、そういうところが多分持っているだろうと思われる技術でして、唯一工業化できる規模でやられている技術でございます。ただですね、これは環境負荷が非常に大きいので、先進国ではこういうのを使うことは許されないということになっております。で、また注目していただくのは、どの方法でもですね、1段階の同位体濃縮は 1.05 倍、すなわち 7.6% のやつです。1回で 7.6×1.05 倍ぐらいしかならないということなわけで、90%までにするためにはですね、それを何回も繰り返す必要があるわけです。で、クラウンエーテル法というのはですね、環境負荷が小さくていい方法なんですけれども、これの場合はですね、90%に濃縮するのに大体57回、大体約60回ぐらい必要だということになるわけです。で、ただ、このクラウンエーテル法はですね、バッチ処理なので、バッチ処理をこのぐらい繰り返すと非常にコストが高くなるということは、自明でお分かりかと思います。それに対してですね、電気透析法というのは連続処理なんですね。連続処理ですから、原理的にはこれを直列につないだカスケーディング化というのをすればですね、1回の操作で 90% を超えることができるということになるわけです。なので、とても有望なわけですが、で、じゃあ、この電気透析の実用化のために必要な改善項目は何かと下に書いてありますが、1段階の濃縮率を高めることです。で、これによってですね、カスケーディング段数を減らすことができると。そうすると、装置を小さくできるので、装置コストを削減できて、ローコストができるということです。例えば、1.05の1段階の濃縮率をですね、1.2することができればですね、カスケーディングの段数を4分の1にすることができるということで、コストも4分の1になるということでございます。で、実際にですね、このような装置を使って、このような装置を使ってですね、濃縮をしてみましたというのは、で、その時のですね、このグラフは横軸に、時間、どのぐらい時間、電圧をかけた時間ですね、縦軸が電流です。で、電流はイースト・ファラデーの法則から言います。これは移動したリチウム量と同じだということが分かります。で、私たちの研究です。このようなカーブを示すんですけども、私たちの研究ですね、この紫でハッチングしたところですね、この部分だけがリチウムの同位体濃縮率が非常に高いということが分かりました。なので、そうということは、電圧イカプロファイルを制御してですね、コントロールしてですね、この紫のところだけを繰り返せばとてもいいんだろうということは、もうすぐ分かるということなので、それについて検討しております。また、電解質の中でリチウムが移動する場合ですね、コピング電導で移動するわけですけれども、その時のですね、エネルギー障壁が活性化エネルギーになるわけですが、ゼロ電振動を考えますとですね、このような青で示したような式になります。で、この第2項はですね、マイナスの値であって、かつこれはですね、リチウム6の質量比のルートの
に逆比例する値です。すなわちリチウム6とリチウム7では活性化エネルギーが違うということが予測されます。でということはですね、温度依存性があってですね、適当な温度で温度ごとに濃縮率が変わるということが予測されるわけです。なので温度依存性についても検討してみましたということでございます。でこれがその結果でございます。左が電圧プロファイルを因果影響の効果を検討した結果でございまして、これ中に示す小さなグラフはこのような例えば先ほどね時間に対して電力を変化しますよと、このオレンジの部分をだんだん短くして青の部分だけの割合を大きくしましたというのはこの横軸でございます。そうすると濃縮率がだんだん上がってくるよということで予測通りの結果が得られたということが確認できました。またこれは右のグラフは温度のに対する影響でございまして、こっちは手側ですけれども温度によって濃縮率が変化するということも確認できたということです。すなわち C 方式ではですね、新しい同位体濃縮率高い同位体濃縮を実現できたというところまで来ているということでございます。で私たちの新技術とです、ね、従来技術との比較をちょっと改めてまとめてみるとこのようになります。で、リチウム回収技術としての特徴ですが、従来技術の問題点であった経済性能と速度の改善に成功したと。で連続式回収技術であり設備費用に依存しないリチウム回収量の増大が可能となった。それからナトリウムカリウムなどの除去をする前処理工程を使わずに高純度なリチウム回収が可能となった。それから電解質中の電子伝導を制御できてエネルギー損失の低減と高電圧因果による回収速度の向上に成功したということ。またこの方法はですね、複製生物として高純度な水素ガスとか酸素ガスの発生をすることができるというところにも特徴がございます。同位体濃縮技術として使った場合の特徴でございますが、従来の同位体濃縮技術の課題であったシングル工程の同位体濃縮率の向上に達成をしました。したがってですね、これでカスケーディングの段数を低減できるとかですね、濃縮速度を向上するということになります。それによって設備費用の低減とか回収操作回数の低減ができますので、回収濃縮コストが低減するということになります。でこれらの技術、新技術のですね、想定される用途でございますが、使用済みリチウムイオン電池からのリチウムリサイクルも大事だと思います。それから海水や地下水からリチウム回収ができる。でこれによってですね、リチウム資源の国産化ができると思います。また水素ガスや酸素ガスも製造されますので、この水素ガスは水素エネルギー社会の水素供給、それから酸素ガスはガスタービンなどのですね、酸素不可燃焼用の酸素ガスとして供給することができる。また核融合用のですね、リチウム6の製造、これは次世代基幹エネルギーの基幹技術としてとても重要であるということでございます。で実用化に向けた課題はこの通りでございまして、現在までにリチウム回収技術とリチウム同位体濃縮技術はいずれもですね、優れた性能を実現できる原理の理解が進んできたところでございます。で最適な装置構造のや運転条件の確立はまだ完了できておりません。で今後装置構造やですね、運転条件について詳細な実験データの取得を継続して、海水や使用済みリチウムイオン電池の回収液に適用していく場合 の条件設定を行っていく予定でございます。また実用化に向けて小型プラントを構築し、経済性の観点を含む実証研究を行う必要でことも必要であるということでございます。ですから、実証化に向けてですね、企業の皆さんへのお願いでございますけれども、小型プラント実証用装置の製造に関する共同研究、共同開発では、が一つございまして、透析翼とか電気制御用の電気系統の設計施策などをやっていただけるところがあるとありがたいです。また、電気回数基盤の供給におきましてはですね、大規模な電解質基盤のやですね、高性能電解質基盤でご提供いただければありがたいなと思います。また実用的な含有リチウム含有液の提供といたしましてはですね、実際の使用済みリチウム電池を賠償を要求したリチウム回収液の提供をいただけると大変ありがたいなというふうに思っております。で本技術に関する公開特許はこの2つでございます。であとはお問い合わせがもしあればここにいただければですね、でぜひですね、共同研究等でご協力いただければ大変ありがたいなというふうに思っております。以上で発表を終わります。ありがとうございました。